シモン・パティーニョは、ボリビアの実業家。生前には、世界三大富豪の一人とされ、1925年の時点で、推定で、約5億ドルの資産があったとされる。鈴で富を築いたことから、鈴男爵と呼ばれた。コチャバンバで、貧しいメスティソの職人の子として生まれ、中東教育を受けた後、ボリビア各地の鉱山で働き鉱山業を学ぶ。 1894年に、オルロのワヌニ鉱山で、鈴の鉱脈を当て1924年までに、国内生産の5割を保有し、ヨーロッパにおける鈴生錬業も支配する財閥を築き上げた。またその富を守るため同じく形成された、カルロス・ビクトル・アラマヨの、アラマヨ財閥とマウリシオ・ホッホチルドの、ホッホチルド財閥という二つの鉱山業の、 新興財閥と共に自由党に肩入れして銀行山主に支援された保守党に対抗している。しかし、メスティ育ったため本国の白人の上流階級には受け入れてもらえなかった。そのためアメリカ、ヨーロッパに渡り外交官のような役割を果たすようになり、1924年に一時帰国した時以外、ご半生は外国で生活した。そこでは、 博物館などに気前よく寄付したり富豪たちとの交際に莫大な金額を費やして評判になった。しかし、本国には社会貢献活動などは一切せず、鉱山の従業員を最低賃金で容赦なく働かした。1947年にブエノスアイレスで死去。死後もパティーニョ財閥は三大工業財閥と一つとして1952年の ボリビア革命まで鈴工業を支配した。ありがとうございます。